どうも、うずです。本日は、マイクロソフトのサーフェスについてのお話をしたいと思います。サーフェスというとマイクロソフトが世に送り出した新しい PC のスタイルということで、タブレット PC 2 in 1とかそういう形で呼ばれるんですが、キーボードとボディがこう切り離せて、で Windows のパソコンとしても使える、タブレットとしても優秀っていうすごくバランスの取れた端末なんですけれども、このサーフェス3は登場してから約1年半経つんですが、販売して1年半から、サーフェスシリーズのラインナップから外れることが決定しました。で、まずそもそもサーフェスっていう端末、サーフェスシリーズとサーフェスプロ、そして最近出たサーフェスブックっていう3パターンのモデルがあるんですけれども、何もつかないこのサーフェスっていうのは初期の頃から出ていて、比較的価格が安くて使い回しのいいタブレット寄りの CPU を積んだパソコンだったんです。で、この標準のサーフェスシリーズ低価格帯の方は、学生さんとかビジネスマンでちょっと使おうかなとか、オフィスソフトが必要だけどそんなにがっちりパソコンで作業はしないよっていう方に向けて作られていて人気があった機種なんですが、ちょっと寂しい感じですね、なくなってしまうの。でもこのサーフェスって初期のやつは、あの Windows RT って言ってデスクトップアプリって呼ばれる Windows パソコンによくね入れられるようなソフトをインストールできない OS を積んでいたんですよ、初期のモデル。サーフェス使ってる方はね、覚えてらっしゃいますか、中途半端な OS。 マイクロソフト側が言うには軽量な OS にすることと、あとは他の余分なねアプリケーション入れないようにしてセキュリティ向上に役立つとか、そういうことを言われていたんですが、実際は使い勝手がちょっと悪かったと思います。それなのでサーフェスは進化するにつれて Windows の RT はなくして通常の Windows OS を入れるようになったっていう経緯があります。ただ今回のこの Surface 3、 Surface 4を発売せずに3で終えてしまう背景というのでネットで書かれているんですが、ここには CPU の問題があるそうなんです。で、どういったことかというと、インテルのローエンドプロセッサということで、アトムプロセッサシリーズっていうのがあるんですが、このインテルの方がローエンドに近いアトムプロセッサの生産を中止するということを発表されていて、実際 Surface 3っていうのはアトムプロセッサの X7Z8700 っていうコードの CPU を積んでいたわけなんですね。ただこの後継の CPU の開発が中止されてしまってるわけですから、マイクロソフトとしてはちょっと積む CPU、それの継続ができないということで、この辺もすっぱりちょっと切ろうかなっていう判断の一つになったとは思います。ただね、今回このインテルのアトムプロセッサーっていうのが最近ちょっとスマートフォンとかタブレット市場で苦戦をしているという中、マイクロソフトのサーフェス3の後続が出なくなったという形になりますが、ただマイクロソフトとしてもその軽量で使えるこういった2 in 1タイプだったりタブレットだったりは必要だと思いますので、今後もね、何かしら新しいものをまた出してくる可能性はあるそうです。で、私個人的な意見だと、サーフェスにはもともとあまり魅力は感じていなくて、サーフェスプロシリーズだったり、サーフェスブックシリーズ、どうしてもね、せっかくね、いい端末、サーフェスを持つんだったら、がっちりね、何でもできちゃうようなシリーズがやっぱりいいなとは思いますので、このサーフェスのローエンドモデルがなくなるっていうのは、個人的にはね、あんまり気にはならないです。ただ確かに、購入する方の中で、私とかね、このいろいろこうパソコンで作業する系の人じゃない方は、サーフェスとサーフェスプロシリーズってやっぱりね、値段差がかなりありますから、学生の方とかでね、ちょっと外に持ち運べる PC が欲しいって時には、このクラスのモデル、マイクロソフトからラインナップが消えちゃうのは、ちょっとね、寂しいところだと思います。ということで、マイクロソフトには、サーフェスじゃないとは思うんですけど、新しい何か端末がまた出てきてくれるといいなっていう感じはします。でもその辺をね、他の Asus だったり、デルさんだったり、そういった他社のねメーカーが低コストでいいものを作ってきてしまってますから、あえてそこにマイクロソフトが向きになってハードウェアを提供していく必要もないんかなっていうのも感じますけどね。ということで本日はちょっとサーフェス3後継機が出ないという話をニュースで見たので動画で取り上げさせていただきました。ということで、私の動画はこうやってネットニュースとかを見てね、それで私自身の意見をちょっとこう組み合わせたりした話をしたり、あとはゲームの話だったり、ちょっとお出かけ動画だったり、本当いろいろやってますので、他の動画もねちょっと見てみて、その動画がお気に入りになりましたら、ぜひ高評価と、あとはチャンネル登録のもしていただけると嬉しく思います。ではまた別の動画で、バイバイ。でも本当に最近はね、パソコンを使わなくても済んでしまうっていう方も非常に増えてきて、実際ね、タブレットだけでもね、生活というか、過ごす日常生活で使う端末、通信端末だったら、タブレットで実際十分ですからね。キーボード使わないっていう人も絶対増えるよね、仕事じゃ必要だけど。